博士のもすげえ気になるけど、こっちも気になるんだよ。そう、ヨータくん、大丈夫？大丈夫なわけないか。あ、下まで降りたのかな。これも どういう状況？神は全身の力を込めた。はい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 。姿勢をどけろ。了解っす。丸。丸、押して、押してるよ。タク。よし。え？え？これつまり今、下まで降りたんだよね。ヨータくんが落ちた。あ、間違った。お前、間違った。あー、なんで、エルとアル間違ったの俺今。あー、ダメ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 。やだ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 。このミスで失敗とか本当にやめて。資格あるね。いや本当に危ない。大丈夫か。いや初めてミスった。丸押してるって押してるって。連打なのかな。ヨタ、待ってろ。ん？向かってるってことか、これは。うわ、重いしょ、無理だってこんなの。神は歯を食いしばり、鉄骨を必死に通す。しかし、崩れとした資材はびくともしない。さすがにこれは無理だよ。ヨタ、ヨタ、そう、ヨタ。あ！夢か？鳴っているのは俺の携帯か？く、痛みでうまく手に力が入らない。神谷、無事か？野中さん、今そっちに向かう。そっちに向かう？なぜ野中さんが俺の場所を知っている？どうした？返事をしろ。ダメだ、声が出ない。これまでか。ヨタすまない、助けることはできなくて。なんで場所知ってるんだ。あ、そっか、ミコトちゃんが行ったのか。で、巻き戻った。これはどうしたらいいんだ。野中はある人物に助けを求められ到着が遅れたようだ。あー、そうなの。野中さんに助けを求めるのは、この中だと、ウサンチマン、かなぁ。ウサンチマンかな。お願い、誰か助けて。うん。ウサンチマンは、町に飛び出したのか。そっかそっか。あんな連中が暴れていたら怪我人がたくさん出ているはずだ。一人でも多く助けなきゃ。ん？なんだ。僕だけどうにかなる感じじゃない。動ける人には手伝ってもらわないと。あ、すみません。あ、そうだ。この車で怪我人を病院に運んでもらえれば。すみません、助けてください。警察の者だ、どうした。警察の人、よかった。怪我人の救助を手伝ってください。それなら救急と消防に任せるんだ。それはそうですけど、怪我をしている人は少しでも早く助けないと。君も安全なところに避難しろ。分かったな。ちょっと行っちゃうんですか。この現場を見てさっさと行っちゃうなんて。この警察の人ずいぶんと急いでるみたいだ。でもこっちはこっちで大変だし、どうしよう。まあ、ここで引き下がるべきなんだろうな。お金ないだろう。ここは行かせてあげよう。わかりました、行ってください。こっちは僕が何とかします。君も無茶をするなよ。ありがとうございます。うん、これが一応正解か。あれ、そうだよね、ウサチマン見てるもんね。あれ、あの子は芸能事務所の後子みたいだけど。気のせいだよね。さあ、怪我人を助けなきゃ。そうだね。
サンチマンにヒーローみたいなパワーなくても人を助けるってことはできるはず。あれ、そしてこのミコトちゃんか。じゃあ3人いるんだね、やっぱりミコトちゃんはこの世界線というかこの時間に。あの伝説の、あれはん、ミコトちゃんを置いていったあの人は誰？大丈夫ですか？大丈夫。あれ君は。やっぱりさっき車に乗ってたのは別人だったんだ。それにしてもよく似てたな。僕だよ、僕。え、あ、そっか、マスクしてちゃわからないか。あ、そっか、これが約束のものね。え、これなるほど。次会った時に返してって言ってたでしょ。さっきの今の着ぐるみもみことちゃんで、これもみことちゃん。お礼なんていらないよ。なぜなら僕はルサンチマン、リアルライフヒーローだから。あなたがヒーローなの？そう、この町のヒーローといえば僕のことさ。え、じゃあこのみことちゃん4人目？4人目？そんなに？そして今やばいよ。どうする？ルサンちゃん、ルサンちゃんってなんだよ、ルサンチマン。あ、で戻るわけね。うん、で野中さんの助けが来るはず。お前、おお、だけどヨータは。ここは目が覚めたか、野中さん。どうしてここに？後ろの彼女から連絡をもらってな。うん、うん、ヨータは。アルミ、ヨータは。野中さん、野中さん、なんて答えない。ドクロの連中が新たにやってきたんだ。お前を助けてあの場を離れるしかなかった。車を止めろ。俺はヨータを助けるまであの場から離れるつもりはない。アルミさんもいたんだぞ。仕方がないだろう。ヨータ君のところには必ず戻る。だからハルミさんのために今はこらえろ。言ってることはわかる。しかし俺は。答えられない。あ、じゃあこらえられないか。こらえられないよ。いや、ハルミさんはもう安全な場所に避難させて、もう向かおうよ。無理だ、とてもこらえることはできない。ヨータを助けに行かせてくれ。分かってるんだろう。お前だって分かってるんだろう。ヨータ君はもう。言うな。今は生きているハルミさんのために。それ以上は言わないでくれ、野中さん。念のためハルミさんを病院に連れて行きたいところだが、あのドクロの連中は至る所に潜伏している。人の多いところに行くのは避けた方がいい。だったら俺の家に行ってくれ。わかった。だって約束したじゃないか、弟や母さんを守れるような強い男になれって。あんなこと言うんじゃなかった、ヨータ。ごめん、ごめんなヨータ。やだ。いや無理、諦められないけど、もし残念な結果だったとしてもさ、目で見ない限りは諦められないんだけどさ、どうしたらいいんだ。テーブルの上の文集が目に入った。やめて、そういうの本当に弱い。太田の文集。今度僕に弟ができます。今はお父さんとお母さんの子供です。それで僕はお父さんと約束しました。弟やお母さんを守れるような強い男になるって。僕はこの約束を絶対に守りたいと思います。なぜかというと、お父さんも約束を守ってくれたからです。僕の本当のお父さんは何年も前に死んでしまいました。僕とお母さんはそれですごく悲しい思いをしました。そんな僕たちを今のお父さんは幸せにすると約束してくれました。死んでしまったお父さんのことを考えると今でも辛くなります。
でも今のお父さんはその辛いことを忘れないでいいと言います。その代わりに楽しいことや嬉しいことを一緒に増やしていこうとも言ってくれました。今僕は幸せです。お母さんも幸せだと思います。それは今のお父さんのおかげです。お父さんは強くて優しい人です。僕もお父さんみたいになりたいです。ちゃんと約束を守れる男になりたいです。ヨータ、お前は強くて優しい男だったぞ。ありがとうな。いや待って。お前のおかげでお母さんと弟は助かったんだ。だから今度は俺がお前のために戦う番だ。そっか、神谷さんはもう前に行く決心か。どうだ神谷、てめえ今の気分は？沢木いいぞ、その怒り、その憤り、それこそが選択するということだ。俺はお前を絶対に許さない。今から地図を送る。30分後にそこに来い。決着をつけようじゃないか。くそー。野中さん、晴美を頼みます。沢木さんと決着をつける気か？言っただろう、彼女から詳しい話は聞いている。沢木さんがどうしてテロに加担しているのかはわからない。しかし悪を憎むことに関しては、あの人は一本筋が通っていた。たとえどんな理由があったとしても、あいつと俺は命のやり取りでケリをつけるしかない。そうか。どうして？お前は世界を救う男らしい。だからこんなことで死なれちゃ困るんだ。世界を救う？彼女に何か吹き込まれたんですか？普通なら俺だって耳を傾けん。しかし彼女はこれから起こることを。これから起こること？いや、何でもない。不死身と呼ばれたお前にこんなことを言うのもなんだが、神は死ぬなよ。お前には待っている人がいるんだ。野中さん、晴美をお願いします。私も行く。なんて言われてもついていく。この子を守る余裕は俺にはない。しかし来るなと言ったところで納得しそうになかった。まあこれは勝手にしろなんだろうね。うん、勝手にしろ。うん、対決か。そしてルサンチマン、僕の新たな力なんだ。さあどうする、ルサンチマン。これはなんだよお前ら。やる気か。あ、来るな。やめろ、考え直せ。ん、あれ、そろそろ痛みが来るはずなのに。うん、痛み慣れしてんじゃねえかよ。何にも感じないってどういうこと？目を開けると倒れてる。あれ、倒れてる。これは僕の、いや、新たな力。うん、すごいよすぎだろ。あの人のおかげ。あ、ナパ。ナパ大丈夫ですか？ナパかっこいい。ナパかっこいい。すげえ。そうだよね、プロだもんね、ナパは。すごい。やれ、いいぞ。おお、強い。おお、かっこいい。ドクロのマスクは瞬く前に全滅した。何事もなかったかのようにナパは軽く息を吐く。まるでウォーミングアップだったかのように。強えな、ナパ。ナッパお前強えな。ナッパじゃない、ナパ。終わりです。よし、ナパ、これくらいで許してやろうじゃないか。おな、なに、まだいる。あ、本間くん。本間くん、かける、その女を渡せ。なんで銃なんか持っているんだよ。その女を渡せと言った。
この子？渡さないのならお前でも殺す。どうしよう、どうすればいいんだ。渡せないよ、ま、渡せないよ。女の子意思に任せよ。いやいやいや、じゃあここはちょっと待ってよ。ちょっと待ってって言い方なんかダサいけど、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ、わけわかんないって。何がどうなってるんだよ。この人はテロリスト、スケルトの仲間よ。テロリスト？そんな。本間君、僕たちヒーローになろうって約束したじゃないか。それがどうしてテロリストなんかに。本間君ってもしかして本間君も本間君でさ、あのほんまにあれなんじゃない？本間もう自分なりのヒーローなんじゃない？まあ、ヒーローというか自分なりの正義を貫いてんじゃない？だから約束は守ってると思う。まさかまさかまさか。本間君、復讐のつもりなの？え？あのことの復讐のためにテロリストに？どのこと？あ、ナパ！ナパ！こいつも悪者ですね。いや、悪者っていうか友達っていうか。悪者倒しまず。いや、効かねえな。あ、ナパ！おお、強え。本間くん強え。おお、でもナパも強い。おお。ナッパが本幕にやられちゃう。僕はどうしたらいいんだ。でもここはナッパの言う通りにするべきだと思うな。逃げるべきだと思う。戦えないよ。逃げよう。信じよう。ナッパを信じよう。ナッパの熱い気持ちを無視できない。分かったよ。逃げるよ。行かせない。ルッサンジマンは僕の日本でのたった一人の友達です。かっこいい。タッパ強いけど全然効いてないんだよな、こいつ。お、これは効いたべ、さすがに。顔面だよ。効かない。何、どうなってんのこいつの体。もう体中に鉄でも入れてんのかよ。ナパ、ナパやだよ。お前、カケルの友達なのか。お、そう。なら、やつの代わりにし。やだ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 。ナパいい人殺しちゃダメ。ナパいい人殺しちゃダメ。うわー、嘘。ナパ。やだ。そして、シナちゃんだ。もうこの賞入ってから辛いことしかない。倉本さん、今忙しいんだ。話しかけるな。おいおい、それどころじゃないぜ。何？ここに来るまでに俺、ひなさんから事情を聞いた。これに耳を傾けない奴はジャーナリストじゃない。これ昔お父さんと倉本さんが取材して放送できなかった番組です。何？そうです、
ロストホールの真実。テロリストが狙っていたのはこのビデオテープのことだと思います。まさか。倉本さんなら気づいてくれるはず。あのインタビューでカメラを回せた倉本さんなら。ビデオの中でチリンダーラボの科学者が言っていました。未知の反粒子エネルギーがテロの標的になれば東京が吹き飛ぶぐらいの大爆発が起きると。奴ら東京を吹っ飛ばす気か。そうだと思います。そのビデオを見れば分かっちまうからな、奴らの目的が。誰に連絡をしても相手にしてもらえないと思います。どういうことだ。さっき撮影した映像も放送してもらえませんでした。なんだと。上層部の判断だと言われました。そんな場合じゃねえだろう。上の連中は何を考えて。まさか。そんな。そのまさかなんだよ、きっと。警察だけじゃないのか。テレビ局の内部にもいるのか。テロリストの仲間が。倉本さん。いるんですよ。こんな時だからこそ倉本さんにお願いしたいこと、それは力を貸してくださいだね。カメラを回してもらいたい。でいいんだよね、きっと。力を貸してください。今の私には倉本さんの力がどうしても必要なんです。俺にできることなんてない。テレビがダメならネットがあります。ただのさんのネットリークスで本当のことを伝えるんです。お前テレビ局の人間だろう。そんなことが許されるか。もしもし、高井戸さんですか。さっきのお話の件ですけど、私おっしゃる通りテレビ5を辞めることにします。おい、はいはい、退職届は郵送しますので。短い間でしたがお世話になりました。お前決心したね。何考えてるんだ。これで私はテレビの人間じゃありません。本当のことを伝えることができます。俺はテレビの人間だ。お前には付き合えない。私は倉本さんにカメラをお願いしたいんです。命がけの無茶に付き合うのはごめんなんだよ。お願いします。私は倉本さんと一緒にやりたいんです。ひなさんやめろって。そこまですることはない。私はキャスターです。カメラマンが必要なんです。どうしてそこまで俺に。悔しい思いをしたんですよね、あのビデオが放送されなくて。私も今同じ気持ちです。だから一緒にやりましょう。事件の真相を明かしてテロを阻止するんです。真実と自分の命なら真実の方が重い。その言葉の意味は分かったか。はい。言ってみろ。なぜ真実の方が重いのか。それはたとえ私が死んだとしても、真実を伝えることでもっとたくさんの人の命を守れるかもしれない。伏見明はそういう意味で言ったのだと思います。無駄死にするつもりじゃないんだな。当然です。私これでも大事な人がいるんですよ。それって彼氏ってこと。はい、無職でホームレスなんですけど。あ？けど今聞いてて思ったけどさ、その大切な人っていう彼氏がさ今こうやってテロを起こしてるんだよね。ヒナ、もういい。立て。って今ヒナって呼んでくれましたね。ああ、言っただろう、パートナーは名前で呼ぶって。ツンデレ。改めてよろしくお願いします。任せておけ。どんな現場でも必ずカメラに収めてやる。俺のことも忘れるなって。なんかいいね、この喧嘩したいとは違う。やりましょう。協力する感じすごい好き。グッチョイ。退職届は俺も郵送だ。かっこいい。この人は誰？